はい、皆さんおはようございます。今日は2018年12月の10日、朝の6時4分です。よろしくお願いします。はい、おはよう3号さん。はい、1号さん、2号さんは脱。おはよう。よろしく。狐枠なんで、まあ、荒れるかもしれないですけど、楽しんでいきましょう。はい、は脱。そうだね、40時間ぐらい寝てて、なんか体調不良で寝込んでたよ。なんか最近ね、体調よろしくないんだよね、あんまり。年だね、年。年齢だよ。年でもうダメになった。解放に切れてんじゃねえよ。いやー、でも空気読めなさすぎるのはちょっと良くないよ。空気が読めないのは海保本人が、なんだろう、ダメになるから。そこは俺は間違ってると思ってるけど。よっさんめちゃめちゃ海保に会いたかったら、ワドを紹介してあげなよ。いや、本当に会いたかったら、よっさんから連絡来るでしょ。何が嫉妬なの？よっさん会いたかったの？いや、じゃあ、別に構わないけど。だったら誘い来るんじゃないの？本当に会いたかったら。そうそう、解放がさ、普通にさ、やればいいじゃん。天城風3万円届いてないっすね。届いてないっす。届いてないっすね。届いてないな。狐の方がコメント走るからね、配信自体はやりやすいんだよね。はい、いらっしゃい、おはよは俺がかっこいいと思うことをやっていくよ。俺は俺がかっこいいと思うことをやっていく。海宝を可愛く撮る自信あんまりないかな。海 宝リスナーですか？笑い男さんってなんであんなリアルで会いたがる？わかんない。あれじゃない？私は有名人と知り合いなんだっていうタイプなんじゃないの？それは予算に言って。それは予算に言おうよ。俺に言われたって。
に言われても分かんないよ。ドレリスか。俺別にアホを隠してるつもりないけどな。弟子を持つと大変な亀仙人の気持ち。知らないよ、よっさんに文句言ってよ。それは俺に言われても何もわからんよ。よっさんに言って。はい、おはよう。自分の意見貫けないんだったら配信やる意味ないかんね。これ言いたいことがあるから配信をやってるんだよ。言いたいことがあるから。俺わかんない、その状況が。そのなんだろう、よっさんの放送を見てないから。っていうかまあ自分で絡みたかったり誘われたかったら自分でアポイント取った方がいいとは思うけどね。紹介するって結構デリケートだからね。なんかよっさんが解放の話題をするっていうのがあんまりわかんないんだ、浮かばないな。いや俺は別に配信が仕事ではないっすね。やりたいようにやってるだけっすね。知らない。よっさんなんで人気なの？面白いからでしょ、面白いからでしょ。人気があるっつうことは面白いからでしょ。生活保護は受けないっすね。まあだから酒飲みのおっさんが面白いっていう評価を受けてるんでしょ。人数が集まるってことはそういうことでしょ。
面白いと思ってる人が多数いるんだよ。レンズ来てないね。レンズ来てない。いや別に立場とか全然考えてないよ。よっさんにダンカンさんの悪口をあそこまで言われたのに。いやだから本人に面と向かって言えないでしょうっていう話はしたけどね。いいんじゃない。まあよっさんダンカンさん好きじゃないんでしょ。俺は好きだからさ。28号さんおはよう。誰でも生活保護を受けれるなら証明してよ。証明ってどういうこと。誰でも受けれるよ。日本人だったら、低所得者だったらね。証明も何もそういう法制度だから、法律見たらわかるよ。はい、いってらっしゃい。まあそうでしょうよ。予算は稼いでるからね今ね。稼いでないから怒られるんだよ。稼いだら親なんて黙るんだよ。吉江さんもそうじゃん。金にならなかったら親は怒るんだ。金になったら親は肯定してくれんだ。もう分かんない。どういうからくりかは。アマゾンのからくりでしょう。アマゾンのからくり。ねえ、ネルさん結婚するらしいよね。めでたいね。おはようございます。ツイキャス行かないね。やっぱりあれだろうね、金になったら親は安心するでしょ。いやー、レンズね、見てみたかったね。いや体調悪いんだよね。40時間寝たよ。さすがに体調悪いね。すごくね。いや、アマゾンに電話しても買った人しか個人情報だから教えてくんないよ。そうそうそう、ネルさんユカチーと結婚する。レンズ以外は来てない。全部来てない。あのニンニーが買ってくれたスタンド、ライトスタンドは来たけど、これしか来てないね。だからまあ嘘だったんじゃないの多分。わかんないけど。あ、妊娠もしてるんだ。うん、妊娠したんだ。まあまあまあ年齢的にね、いいんじゃないの。うん、いいんじゃないの。うん、どうだろうね。はい、パフェありがとう。36号さんありがとう。アイテムおはよう。わたつアグリンも妊娠してんの。嘘でしょ。え、アグリンって妊娠してんの。ツイキャスなんで行かないの。え、ふわっちが楽しいから。
さっきの枠で解放への態度、人として最低、見下しが半端ない、解放の電話さらしたり、本当に自分のことばかりで呆れるわ。あ、そうですか。誰の子？ネルさんの子でしょ？うん。定期多い。サダの子供妊娠してるんだ。へえ。ああ、そうなんだ。大変だね。うん。へえ。まあ、セックスすればね、子供はできるわな。うん、まあ、いいんじゃないの、少子化だし。そんなんね、中学生でもわかるもんね。定期多いな。定期ってそういうもんじゃないんだけどな。和道リスナーっぽいよね。定期ばっかりだ。へえ、すごいな。大花火1100発。すげえな。どれさんの欠点なんだろう、性格が、うん、不義理なところじゃないの、やっぱり、人との付き合いを大事にできないとやっぱダメだよね、さん。人付き合い大事にしてるの？俺は全然大事にしない。あの、付き合いたい人だけ付き合ってるね。付き合いたい人だけ付き合ってる。塾長さん来てたんだ。もともとね、ゆかちぃさんに投げてた人だからね。もともとゆかちぃさんに投げてた人だから。それであれか、ゆかちぃは最近配信頻度減ってたのか。で、品川区から出馬するんだね。あ、どれさんこびるよね。すごいよね。いや、一回も来たことないよ、塾長さん。俺ももう配信見るのやめてたと思ってたね。塾長さん、投げるときに投げたね。いい投げ方なんじゃないの。いい投げ方なんだ。延長します。でも俺は別に何も思ってないよ。仲悪いっていうか、ドルさんが俺のこと嫌いなんでしょ。俺別に何も思ってないよ、ドルさんに。
まあ、よく電話かかってきたね、ドルさんから昔は。最近はめっきりかかってこないね。いや、だから別に仲悪いとかないよ、別に俺。別に何も思ってないよ。忘年会行くよ。田中さん？いや、アイテム後からついてきそうだけどね、田中さん。どうなんだろう。どれのオフの電話やばいって本当。ああ、もうだから相槌打ってるだけでずっと喋ってるから、普通の放送と変わらんよ。3時間ぐらいずっと「へえって言ってたら「いやドレさんもうきついわ」って言って「3時間喋りっぱなしはちょっと勘弁して」って言って そんな感じだったね。もう放送と変わらない、ずっと一人で喋ってるだけだね。便所は俺の花火師取ったとか、なんか引き当てさんが安置してるとか なんかツバニャンはまだ俺のこと好きだとか、ずっとそんなこと言ってたけど ツバニャンはまだ俺のこと好きだとかはもうちょっと面白いなと思ったけど そうなんだ、っつって、まあ別に放送と変わんないよ。なんか塾小島さんもいますね。24時間連続で放送してたんだ。愛は勝つ。ツバニャン昨日警察呼んでた。被害妄想が半端じゃんよ。頭のいいこじらせてるタイプだよね。創価学会に追われてるとかさ、電磁波攻撃受けてるとかさ、地震兵器がって言ってる人たちと同じジャンルで、ただ IQ が高いから、IQ が高いから気づきづらいだけで、言ってることは創価学会に集団ストーカーされてるって言ってんのと一緒だからね。薬飲んでないね、弾薬してるね。まあ統合失調症の典型的な症例だよね。予算面食いだね、すごい面食いだね。予算だからオフですげえ可愛い女の子連れて歩いてるからね、びっくりするもん。お姫様みたいな、なんかゴシックロリータっていうのかな、なんかお姫様みたいな格好した女の子連れてたよ。すごいよね。なんか綺麗っつうか可愛らしいお人形さんみたいな女の子連れて歩いてた。おはよう。こんばんは。治ってないと思うよ、俺は。まあ客観的に見て明らかに統合失調症だなっていうふうには思ってたけど。電話番号とか LINE とか本人の許可なく誰かに教えるっていうことはやらないよ。
失礼だから、そういうのは個人情報だから責任持てないもん。トラブルのもとでしょ。だからそういうところが KY なんだって。何、嫉妬なんかしてないよ。おはよう。解放はね、手帳持ちだからね。ドレさんは病気じゃない風じゃん。解放はカミングアウトしてるけど、分かるよ、やっぱり。なんか発達障害だなとか、精神疾患抱えてるなっていうのは、あったら分かるよ、やっぱり。トレさん配信毎日やらなくなったんだ。年齢の割にはいけてる方だと思うけどな。55歳であんだけいけてるのは結構珍しいと思うけどね。体もすごい鍛えてるし。ランさんと話してるんだ今。ランさんと仲いいかんね。六本木のね、あんだけ一等地に住んでるわけだから、お金多少持ってないと生活できないでしょ。まどろっこしい話してんだ。レンズ来なくて残念ですね。わかんない、知らない。もうほっときゃいいんじゃない。どれさ、なんか典型的な六本木で生活してる人って感じだと思うけど。典型的じゃない？ギフト届いてないですね。レンズは届いてない。いや、全然気にならない。全然気にならない。クリスマスどう過ごす？いや、普通に過ごすよ。別にクリスチャンじゃないから。レンズ以外っていうか、ニンニが買ってくれたライトは届いたかな。購入したやつを恨みますか？いやいや、別に届かないだけだと思ってるかな。恨むっていうか、誰だか分かんないから。無駄なことは届いたら嬉しい、届かなかったら普通って感じ。
いや、のりゆきさんトークやばいよ。のりゆきさん普通に面白いじゃん。で、あの人すごいよ。いや、それは出ないでしょ。知らない番号から出ないよ。いや、俺のこと人間じゃないって言ってた。あ、そうなんだ。よっさんがワドより解放来てほしいって言ってる。ああ、じゃあ別に本当にそうなら俺全然行かなくてもいいよ。全然やっぱ来ないでって言われたら全然引っ込むよ俺は。場の空気壊したくないし。よっさん笑えるディスだよね。愛嬌あるよね。よっさんは可愛い感じなんだよね。だからディスしても許されキャラなんだ。キャラって大事だよね。悪口言って怖くなったら俺ダメだと思ってるもん。だからモノマネはダメだよね。全然よっさんから来ないでって言われたら全然行かないよ俺。月曜日だからな。お腹すいたな。何食べよう。予算何回も合ってるよ。別に臭くないよ。最近映像作ってないの？いや、作ってる作ってる。この前作った、一昨日作ったのこれかな。作ってるよ。やってるやってる。しぽしぽやってますよ。しぽしぽ。こんな感じだね。わさび食べた食べた。食べたよ。ランハゲさんに説教されてる。朝飯食べたいね。何度もかかるもんだね、統合失調症は。っていうか、一回発症しちゃったらもう癖になるっていう感じ。うつ病とかと一緒だね。グラコロ食べたよ。だからもう治ってないっていうか慢性化しちゃってるんじゃない。本人はだから治ったって思ってるのも統合失調症の結構症例っていうか結構危ない症状だから、本人治ったと思って治ってないでしょ。本人は気づいてないから統合失調症なの。要は幻覚を見てるのか妄想なのか現実なのかはわからないっていうことね。だから本人が病気じゃない、俺は治ったっていうのは統合失調症の典型的な。だから酔っ払ってる人が酔っ払ってねえよっていうのと一緒。ドレさんが糖質って感じ全くしない。多分統合失調症の人を見たことないからだろう。多分68号さんがドレさんと仲良くなったら、ああやばいなって思うと思う。人に恐怖感与える。配信者、いや恐怖感与えるっていうか、なんだろう、わかんないかなそこは。女性リスナーは減ったよね。いや、閲覧がどうとかで揉めるってことは、閲覧しか自慢できるところがないんだって、いつも言ってるけど。配信者の一番ダメなところがそこで、俺は閲覧どれだけあるって、そこでしかマウント取れないんだよ。だから自信がないんだよ、多分。サソリン糖質かな？わかんないかな？見たことないから。
そうそう、被害妄想、古代妄想。で、ドレさん、古代妄想は強くないね。被害妄想だね。被害妄想。誰かが俺を悪口言ってるっていうのに常に怯えてるね。だから、仲良くなった配信者のことを悪く言う癖がある。もうでも病気だからしょうがないよ。病気だからしょうがない。もうそれは本人がね、病気と向き合っていくことだから。誰も文句言わないっていうか、別に、なんだろう。誰かに文句が言われるとか気にしてもしょうがないと思ってるから、人に見られる商売だから、なんだろう。気にしたら負けだと思うよね。そう、自分より下だと思った。だから数字功利主義者なんだよ。権威主義者。そう。だから俺、ちょっとかっこ、これは個人的に思うことだけど、金梅さんとかよっさんって相当年齢下なんだけど、ああいうペコペコするのはドレさんのリスナーも恥ずかしいと思ってると思うよ。閲覧が下のやつをすぐ悪く言って、で、閲覧が上だけど、年下だけど、ペコペコするでしょ。あれって、ドレさんの本当のファンが一番嫌なことだと俺は思うけどな。ああ、ありがとう、パトラスさん。なんか、数字によって人に態度変えるっていうのってさ、多分、ネット民が一番嫌がることだと思うから、堂々と構えてればいいのにね。ああいうところは良くないよね。絶対だから閲覧が1000人2000人いったら、金梅さんとかよっさんのこと悪く言うと思うもん。だから結果主義なんだよ。まあそれは失礼だよな。それは失礼だよ。まあまあ、でも全部自分に返ってくるよ、そういうのは。ランさんのこと好きな人100人200人いるんだから、その人たちからしたら気分悪いでしょ。それは言ったらダメでしょ。だって本人水増しなんだから。実際の実力だったらランさんの方が固定客持ってるんだから、どう考えても。まあ滑稽だよな。要は人間としてお付き合いしてたわけじゃないってことでしょ。水増しだよ。なんでわかんないのよ。もうそんなのもう俺最初から分かってたよ。例えばさ、ちょっと待ってね。ここ俺のフォロワー、フォローゼロだよ。ここ見て。で、4500人いるわけじゃん、フォローしてくれる人。OK？ ここまで。で、だいたい100から200の間でしょ？どれ？じゃあ、どれの深夜食堂って、フォロワーが俺と同じなの。で、フォローバックしてんのが4500人なの。これであの数字はないって。こんなの生放送長くやってる人だったり、リスナー長くやってる人だったら絶対わかるもん。そんな、あんなあからさまな増え方しないもん。みんなわかってるよね、水増しだって。いや、さすがにだってコメント数とアイテム数が少なすぎるもん。俺、本当に今のドレさん、実数70とかだと思うよ。
純粋な本人の力。いや、多分どれ本人じゃない。だから立ちが悪いの。本人が本当だって思い込んじゃってるパターンだから。いや、だからそもそも閲覧でひがみだっていう発想がもうどれさんと同じ発想なんだって。くだらないよ、くだらない。200-300だろうね。71号さん正解。200-300の水増しだと思う。ああ、そうだよね。そうそう、囲いが良かれと思ってやってるってパターンね。で、本人が自分の数字だって思い込んでるってこと。そういうこと。いうか、そもそも閲覧でマウント取る時点でそれすごい情けないことなんだから。じゃあ俺は閲覧が多い、閲覧が多いってドレさんの口癖でしょ。俺は大手だ。じゃあなんであんなにアイテム飛ばないのってなるわけじゃん。でしょ。俺よりアイテム飛んでない。ドレさんトークスキルっていうか、喋りは別にうまいと思うよ。喋りそんな下手じゃないと思う。だけどまあコアなファンがつくスタイルだよね。そう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 、見下す対象がいつも必要なの。だからそれはコンプレックスから来てるんだよ。俺閲覧にコンプレックスなんかないよ、全然。差別的な発言多いね。まあでも本人が気づくしかないところだからな、そこはな。俺らがどうこう言って治るような問題じゃないからしょうがないでしょ。いや、俺多分なんだけど、ボンボンなんだと思うよ、単純に。単純にボンボンなんだと思う。閲覧数よりアイテム数が大事ってことですよ。俺はね、一番大事なのは楽しむことだと思うね。楽しくやってることが一番だと思う。勝てない。楽しそうにやってるやつには勝てないから。家賃の支払い困ってた時期あるよ。高いでしょあそこ、六本木のど真ん中で。いやいや、そんなぶっ飛んだお金持ちじゃないよ。あの、要は甘やかされて育ったんだろうなっていうタイプよ。中流の上流っていうか、まあ日本全体その時期だからね。
楽しみはいいのにね。いやでもそれ配信会全体における課題だと思うよ。やっぱり金稼げるようになってから配信つまんなくなったもん。俺も含めて。ドレさんだけの問題じゃないと思う。どこの枠でも金がやっぱ一番になってるからそこ戒めないと。俺もそうだよ。みんなもそれ感じるでしょ。全体的な問題だと思うから。だから最近やっぱりその金のことを忘れて配信やるっていうか、みんなと楽しむっていうことをやっぱ戒めないと、やっぱ金に走るから、俺も。だから、リスナーさんはやっぱ金づる扱いされたら一番嫌なのはわかるからさ、俺も嫌だし。そう。で、うまくいってる時は楽しめるんだけど、やっぱり食えなくなると、一回味を占めちゃったわけじゃん、俺ら。だからね、そこはね、やっぱ戒めていかないと。それはすごく感じる。配信自体がつまんなくなった。通話終わった？お帰り。それあるよね。昔の方が楽しかったでしょ。だから、なんだろうな。もちろん、アイテムも重要なんだけど、初心に帰らないとね。初心に。いや、飯食えないと焦るよ、そりゃ。いや、それはね、多分ね、スタイル変えたからだと思うよ、75号さん。俺がもともとやりたかったスタイルに戻したの。だからこうやったらウケるっていうの分かるよ。要は、怒鳴ればいいんだよ。分かる分かる。怒鳴ってわみき散らしたりとか、気違い配信みたいな。あれはもう作ったキャラクターだから。俺もあれがウケるっていうの分かってんの。求められるっていうか。荒野の件象徴的だと思った。いや、58号さんの言う通り、やっぱりね、食わせてもらってるっていう初心を忘れたら俺終わりだと思う。この前、便所さんと話して、便所さんやっぱ頭いいなと思ったのが、便所さんに相談したんだよ。ちょっと苦しいって言って、配信のこと、配信外で。で、そしたら便所さんが、俺ら、やっぱり、いつまでも続く商売じゃないよって、はっきり言った。便所さんはちゃんと見てる。これは、一時的に良くなってるだけで、こんなの一生続かないから。だから、いつダメになってもいいように、今を楽しむんだっていう。俺、便所さんに全く同意見、そこは。今が、たまたまいい思いをさせてもらってるだけで、初心を忘れたらダメだっていう。だからね、ふわっちから配信始めた人はみんないなくなると思ってる。要は金を稼げるのが当たり前から入ってきてる人は、食えなくなった時にやるモチベーションがなくなるから。そう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 、次のステップに準備をしてるっていうか。今度どこに金が流れるの？新しいイノベーションができた時でしょう。だから配信を上回る何かができるから、必ず。そうそうそう、新しい食いぶちを探さないとっていう。本当にそう。あ、病むよ、病むよ。体力は、あれだけど、精神は病むよ。ワンダローのこと可愛がってるね、便所さんね。いや、ワンダロー可愛いよ、実際。やっぱりさ、人気商売だから、いい時と悪い時あるわけよ、波が。で、俺もいい時じゃないから、今。こういう時に尾を締めろっていうのは本当に辛いかもしんないけど。だから、リスナーさんでもやっぱ仕事くれるもん。実際バイトしてるんだけど。ちょっと小遣い足しになればって言って。すごくありがたいよ。ワンタロかわいいよね。ワンタロかわいい。いや、ワンタロは自分の企画淡々とこなすから、閲覧取りに行こうじゃなくて。自分のファンに向けてやってるから超偉いと思う。バイトもずっとやってるよ。させてもらってる。いい時は、ふわっち来たての頃かな。ふわっち来たての頃。あ、延長します。風船ありがとう。延長代にします。そう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 。
やっぱり毎日積み重ねていかないとね、ダメな時ほど人間性出るから。ああ、まあ、で、いや、俺でも、やっぱり周りは認めてると思うよ、ワン太郎のこと。うん。流行るか流行らないか、じゃなくて、やっぱり積み重ねてるから、ワン太郎は。現場遅刻してないよ、大丈夫だよ。ああ、一時的にポッて稼げる。特にね、俺ね、やっぱり若い子で100万稼ぐのを見て危ねえと思った、この業界。なんでかっていうと、俺らはこれ長く続かないっていうの分かってるじゃん。黎明期からやってる人は。あ、これ一時のバブルだなっていう。そうじゃなくて、旨味を一回100万稼げるのしちゃったら無理だよ。だから俺は荒野を見てて危ねえと思ってた。そう、波があるのを乗っかり続けたから、あいつは。だから10ヶ月間100万、月収100万切らなかったわけじゃん。あれはね、人生狂うだろうなって思ったね。あれは危ない稼ぎ方してたよな。やっぱ苦しさを知ってないと、と俺は思うな。ありがとう。ワン太郎はやっぱ強いよね。すごく魅力あるし、人間的な魅力があるよね。あ、そうそう、アンチって言っても、まあ、俺のこと嫌いな人いっぱいいるけれどさ、俺の欠点は好かれようとしてないところなのよ。要は可愛げがないところが欠点なの。だけど、これはもう人間性の問題だから、例えばさ、俺が媚び売り始めたらもっと嫌いになると思うよ。俺のアンチは。アンチに媚び売り始めたらもう本当に嫌いになると思う。見なくなると思ってる。だから俺は、そう、自分もちょっと甘え上手だったりとか、もうちょっと素直になれたら、ね、これはね、分かってるんだよ、自分でも。要はね、俺より年上の人なんだよ、見てる人って。40代、50代の人からしたら生意気だよ、やっぱ俺のスタイルは。だから、俺、便所さんにもドレさんにも言われたけど、多分40代入ってからハマると思うよって。年齢的な裏付けがないから、そう、生意気に見えちゃうだけでって。言ってることは正論だよって。だから、今のスタイルを40代まで崩さず持ってきなって。いつか認めてくれるよって。ベトナム行ってみたいね。ホテル暮らしだったもんね。まあ、カート・コベインに憧れてたかんね。まあまあ、カートでしょ。カート・コベインでしょ。ニッバーナのカート・コベインだよ。ニッバーナの。ニッバーナのね。ニッバーナのカート・コベインですよ。50代後半だけどワドウに怒られてる。まあでもネットの趣味ってやっぱ年齢を超えた出会いだと思ってさ。バカありがとう、たくさん。延長代にします。ニバーナ。俺池上頑張ってると思うよ。俺は池上も頑張ってると思うよ。まあ、荒野は若さだよ。荒野は若さ。悪いところっていうよりも繊細だったよ。いろいろ辛かったと思うよ。まあ、荒野のそばにいてやれなかったのは、ちょっと自分を恥じたね。正直。やっぱりその連絡が取れる環境であそこまで追い込んで、助けてやらなかったから。あれは俺の責任でもあるよ、やっぱり。
荒野を見殺しにしたっていう負い目はある、正直ね、言いづらいけど、そうだね、ものすごいスピードで生きてたね。やっぱり雑談系のやっぱやってて思うのがリアルな体験だよね。小学校の時にこういう体験したとかさ、こういう実体験が一番響くよね。ネットに載ってないから、だから正解がない、自分の体感をシェアしていくことって大事だと思うね。だから俺で言ったらその、まあ、ホームレスやってたこと、生活保護の時の良かったこと、苦しかったこと、やっぱそういう風にやるべきだと思うし、ネットで拾った知識をねドヤ顔で語っててもやっぱリスナーの方がネットに詳しいから、だから2チャンネラーみたいな、なんかどっかの誰かが言ってる情報なんかいらないんだよね、カート・コバーンじゃない、カート・コベインだから、うちのリスナーにはコベインって言ってほしい、ね、ニッバーナのカート・コベインって言ってほしいよ。ああなるほどね、ああまあ中島ラモンが好きっていうのはあの年で中島ラモン好きって言ってんだから、まあ闇は深いよ配信の。だから俺まあさっきの枠でも言ったんだけど、配信は大好きなの、配信は大好きなの、これは本当、嘘偽りない。ただ配信界は大嫌いだよ。配信業界っていうのかなのスタンダードっていう考え方、肯定できない。配信はやることは大好きだけど、配信界は全然なんか良くない、なだこうだっけ、超インテリだろうね。俺の責任で死んだってわけじゃなくて、俺が助けられなかった責任は俺にはあると思ってるよ。荒野には死んでほしくなかったよ。それが本当の思いね。荒野が死んだ理由だとは思わない。荒野を助けられなかった理由の一つではあるんだよ。あ、まあまあまあ、もちろんもちろん。それはそうでしょ。もちろんもちろん。だって自分が雑談配信者なんだもん。それは分かってるよ、21号さん。ね、VTuber とか踊ってみた、歌ってみた。ね、アイドル系とかいっぱい言ってる人いるわけで、もちろん雑談界隈の話、将来性あるやつは配信者なんかやらないよやらないよ。何もないやつがやるんだよ。動物園の動物なんだから。いや、俺株上げようとかそういうなんか作詞みたいなの嫌いなんだよ。そういう策略家みたいなのって、まあ頭いい人、世渡りできる人とかいるけど、やっぱりね、俺ね、好きなタイプがね、やっぱ自分の力を信じて泥臭くやってってる人が好きだから、だからその計算できないっていうか、もう計算してるのはダサいよ。要はそれってポジション取りでしょ。やることやれよって思うもん。そう思わない？サラリーマンじゃねえんだから。顔色伺えないから俺らこういうことやってんのにさ、なんかリスナーの顔色、配信者の顔色伺ってやるんだったらそもそも向いてないよ。自分のコンテンツやれよっていう。一
人の名前出してるやつはダメ。功利主義のね、もうまさにね、功利主義だよね。うん、カリバさん何やってんだろうね、わかんないね。カリさん、まあでもなんだろう、こう貧乏な中でさ、みんなとこの時間を共有するっていうのが配信の醍醐味でさ、苦しい時もいい時も両方とも共有できるっていうのは思い出だから、あのバーやってた時どうだったなとか、生活保護時どうだったなっていうのがやっぱり強みだよね。全部さらけ出せてるわけだから、まあ今も多分そうなると思うの。あの時苦しかったねって、後々今150人が商人になってくれてるわけじゃん。あの時悩んでたなって、うん、いい時も悪い時もあるのが人生だから、全部良くしようってあがいてもダメなんだよ。ダメな時はダメだから。でそんな中でやっぱ気づきを拾えるかだと思ってんの。俺も今苦しいよ正直。あの苦しい時は苦しいって言わないと、助けてとはね、やっぱりみんなにも生活あるから言えないけど、俺も配信者としてやっぱスターダムに行ってるわけじゃん、メインストリームに入ってないから今。やっぱりね、そこはやっぱエセアカの枠見て本当に偉いなと思うんだよね。あのどんなに苦しくても、あのひたむきにやってるっていうか、心折れるよやっぱ、うん、で俺もいつそうなるか分かんないから、あもちろんもちろん下手に支援されるとだらだら年取るし、うん、本当にそうだと思う、うん、ごめんなさい分かんないですね。サンダーバード北村さんが分かんないです。あ、金梅さんだよ。ヘラ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 してる時に、俺がキャスバーの追悼会に行った時、マジですかって金梅さんに言ったら、金梅さんがカメラに向いてない方に俺に目と目があった時に、金梅さんがここまで涙ぐんでぐーって歯食いしばりながら、もう死んだよっつって、あの時見た時に、あこの人の生き方はもう業が深いなって思ったよ。絶対見せないの配信画面に。へえ死んだよ、へへえとか言ってんので、金梅さんちょっといいっすかっつって、こうやのマジっすかって言ったら、もう涙ここまで限界まで溜めて、歯ギリギリ食いしばりながら、こうや帰ってこないっつって、あの時俺はああ亡くなったんだなと思って、うんうん、苦しいのが癖になってるのは良くないんだよね本当に。88番さんの言う通りで、あの負け癖ってやつね。俺もいや、うん、やだよ俺いや察してほしいかな88号さん。俺もあがいてるよ。でももう限界の限界何個も通り越して、でももうやめたらダメなんだよ俺は、うん、やめたらダメなの。まあだから37号さんはよく気持ちの分かる人なんだろうね。その配信者が見せてる部分じゃなくて本質まで探ろうとしてるから、すごく人のことを考えられる人なんだなと思う。37号さんが誰だか分かんないけど、俺はすごく見る目のある、配信の表面上で映ってるものじゃなくて本当の苦しみを理解しようとしてるよね、うん、感受性は強いっていうふうには言われてたけど、あの表面化させられない表情に俺が笑ってる時大体嘘だと思って、あの作り笑顔、これは後天的に覚えたの。ずっとこの表情でこのトーンで語れるの。俺の中にも喜怒哀楽はある。心の中の揺らぎとか顔に出ない、声に出ない。だから俺が嘘っぽい笑顔してるときはあれ嘘だよ。俺が本当に笑ってるときは、人をバカにしてケタケタ笑ってるときはあれ本当の笑顔だからそれ以外全部嘘。
そうそうそう、カッカッカッとかキッキッキッって悪魔みたいに笑ってる時は本当に笑ってる時だ。あのね、だからね、人の気持ちとか感情とか敏感に感じる方だと思うの。アスペって空気読めないって言われてるけど、空気は読める方だと思うんだけど、それをねコントロールしたり表現するのが苦手なんだよね、昔から。もちろんもちろん配信だけが道じゃないって、それは分かってるよ。もちろんもちろん、うん、あ、依頼があったら全然考えるよ。依頼がない、依頼があったら考えますよ。人を小バカにするんだよね俺ね、そこ悪いところだよね。でも本当に好きなんだもんなんか人をちょっといじくったり小バカにしてる時の自分が一番楽しいんだけど、そういう性格の悪いところあるよね。それはもうしょうがない、俺の笑いのツボが歪んでる。全然依頼があったらやりますよ。小バカにされても意外と切れない方だね、乗っかるタイプだね。うん、見てないっすね、うん、配信執着はしてないよ俺全然さっきも言ったけど、配信はやっぱりそのメインのキャッシュポイントにするべきじゃないとは思ってるかな、うん、あのもちろん金稼げることはいいことかもしんないけど、 ここに依存したらリスナーとの関係悪くなると思ってて、なんかそのうん、なんか持っておかないとなっていう。だキャッシュポイント3つに分けろっていうのはあるよね、うん、やっぱそう依存するようになってるから俺自身が、実際これは俺の最大のミス、リスナーさんに生活を依存しちゃってるから、ここをやっぱバランス変えていかないとなって、うん、そうすると多分リスナーさんといい関係、心にゆとりがないんだよ今の俺は。そうそうそう、年がら年中くれくれ言われたら、だからなるべく言わないようにはしてんのよ今も。ここまでここまであるよ。でも本当に言わない方だと思うよ、アイテムくれくれっていうのは他の配信者に比べて。それ今しめてんの、うん、いやいや、あのね、しばしばしば、要はね、あのなんだろう、あくまでみんなと楽しむっていうのがメインじゃないと成立しないっていう辛さ、うん、クリエイティブな活動に完全移行したいわけじゃないよ、配信は好き、ただこれがメインでこれをやってかないとダメだってなると本当の自由じゃない。配信で自由になりたくてこの世界に来たのに、どんどん縛られてんだよ俺が。配信をつけないと飯が食えないっていう恐怖と戦ってるから、そこはやっぱ良くないよ。リスナーさんを不安にさせることだし、俺ら金づるかよって思わせたくないよね。そこはだから必死に戦ってる。それは本音だよ。いいね、ありがとう。大手になったら媚びを売る、嘘をつく、女好き。こうなったらワード。あ、多分ね、女好きにはならないと思うかな。で、媚びを売る。と嘘をつくがちょっとよくわかんないけど、どうなんだろうね、うん、金梅が荒野の人形をベルトで首に巻いたのはかなって声の徹底的な抗議だったと思う。これが現実なんだぞって、いやでも本質的には俺配信者って紐だと思うよ。こじきじゃなくて紐なんだよ。本質的にこじきだって言われるのには、うん、違うだろうと思うけど、紐ではあると思う。紐だよ。間違いなく。解放がおかしいなら解放に言って。うん、あ、そう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 、52号さん本当にそう、好きが嫌いか、
投げるか投げないかだよ。本当にそこ。結局ね、運なの。配信者のことを左右できるのはリスナーさんだけ。だから俺はもうそこにかけてるの。俺の人生を変えられるのはリスナーさんなんだよ。本当にそうだよ。そう思わない？配信者をどうするのか権限があるのは俺らじゃない、俺はそういうふうに思うよ。7号ね、それは甘い、浅い。リスタなんかしないよ。ナオポの撮り方知りたい。俺の3分でわかる生活保護って動画見たらいいよ。俺の YouTube に動画全部上げてるから。3分でわかる生活保護見て。いや、ならないならない。それは、俺が言いたい本意を汲み取ってない。うまくいかないのはリスナーのせいっていうのは歪んでるよ、その考え方は。そう、ただの人気商売。そういうこと。おはよう。95号さんいらっしゃい。いやいや、おかしい配信者が増えてるんじゃなくて、おかしいやつが目につくだけ。上の方に行くだけ。まともな人はいっぱいいるよ、下の方に。まともな人間見ても面白くねえってことだよ。増えてるわけじゃない。ああ、そうだね。曖昧な、イエス、ノーだね。本当に。いや、89号さん、よく俺の話聞いてみて。俺はこう思うしか言ってないから。で、誰かの考え方否定してないよ、俺。俺、多様性とか揺らぎとかすごく大事にしてるから。俺はこう思うよ。で、反対意見も賛成意見もないん、そこには。で、周りがどう考えてるかは否定しないもん、俺。だから、89号さん、よく聞いてみて。フィルターがかかってるよ、それは。俺は努力は当たり前だと思ってるから、そんな見せびらかすもんでも振りかざすもんでもないと思ってて、そんな自分で何かを選んだ時点で努力するなんか当たり前だよ。俺、意見合わないと切れたりしないよ。決めつけに対して切れてんだよ。よく見てごらん。お前はこういう人間だとか決めつけられた時に、いや違うでしょって冷静に話聞いてってなるだけだよ。俺は決めつけしないもん。っていうか、決めつけしないっていうか、他人にあんまり関心がない。そもそもコントロール不能なことについて考えたり思考したりしても意味がないことだっていうのをよくわかってるからさ。なあ、まあよく言われてるのが、リスペクトのなくなった関係っていうのは維持が不可能だっていう。お互いに。恋愛関係もそうだし、師弟関係もそうだし、仕事でもそうだし、上司と部下とかね。リスペクトがなくなったら友情も続かないよ。いや、求めてないよ。直接支援俺受けてないもん。受けてない。断ってる。問題の分離をしようとしてんのかな、どうなんだろう。いやいや、別に何もないよ。本当に落ち目なだけ。落ち目なだけ。巨匠おはよう。
他人に興味ないのになぜ配信してんの？なんか矛盾点は感じないんだけど、別に。なんか矛盾してるかな？よくわかんないな。一番好きだね。一番好き。なんでかっていうと、俺深く深く入るタイプなの。もう依存するタイプなのよ。深く本当は入りたい人なの。絶対に傷つくし、絶対トラブルになるの。だからすごいコミットしちゃうの。だから絶妙な距離感を取らないと、すごい痛手を負うっていうのをもう経験上分かってるから。だからその、なんていうのかな。この距離感がすごく居心地いいね。この距離感がすごく居心地がいい。そうそう、努力は見せ物じゃない。評価は他人がするもん。本当にその通りだと思う。全く同意見。でもしょうがないよ、俺の生き方だもん。好きな人は好きだし、家族は嫌いだし、貧乏だし、うん、だってそれを取り繕ってもしょうがないからね。ありのまま見せないと、ありのままをさらけ出してなんぼでしょ。配信者は苦しい時は苦しいし、うまくいってる時もあったわけだから、うまくいってる時はうまくいってるって言うよ。うまくいってない時にね、うまくいってるって言ったら嘘だからね。それはさらけ出してくよ。長い目で見てるから、10年ぐらいやろうと思ってるし、できれば一生やりたいと思ってるから。長く続かないよ、一回一回見え張ってたら。俺はだから努力アピしてる人嫌いだっつってんじゃん。人の話聞きなよ。努力なんか当たり前だよ。みんな努力してるよ、世の中の生きてる人。努力してない人間なんていないよ、一人も。みんな一生懸命考えて生きてるんだ。それはさ、ほらドレさんの生き方だからいいんじゃない。俺も50代入ってみないと分かんないよね、どうなるのか。まあ結果は受け入れないとね。やっぱりうまくいってない時はうまくいってないから。俺今全然自分に自信があるって言われたらないよ。延長します。全然自信はないね。才能なくてもっていうか、やりたいからやってるだけだよ、うん。ありがとう、風船ありがとう。自分に才能、何かの才能があるって感じたことはないな、別に。やりたいからやってるだけで。うん、風船ありがとう。そうかな、すごいシンプルだと思うんだけど、哲学的に聞こえるかな。
なんだろう、普通にシンプルなことをすげえ淡々と言ってるだけな気がするんだけど。なんかまあうまくいかないことも含めて楽しみたいって感じかな。人生ね、うまく生き続ける人なんかいないでしょ。みんないろいろあるんだよ。で、そのいろいろを楽しもうよって感じだね。おお、大丈夫か。だってみんなだってそうでしょ。だって人生調子良かった時と悪かった時あるでしょ。多分30代とか40代だと思うから、いい時と悪い時なかった。飽きたらやめるよ。もちろんもちろん飽きたらやめるよ。当たり前じゃん。やりたいことやるために生まれてきたんだもん。他に面白いこと見つけたらやめるよ。当たり前だよ、そんなの。それはずっと公言してるし、俺のライフスタイルだから。ああ、まあまあ、みんながみんな金持ちじゃないからね。谷町を待つっていうか、俺はいつか掴みたいと思うよ。谷町は。スポンサーは掴みたいとは思ってる。それはまあ、待つっていうよりも、攻めだよね。いつか俺のことを人生ひっくり返して認めてくれる、成功してる人に認められるっていうのは、それは考えてるよ。今この瞬間も考えてるよ。CD1 枚も持ってない。今日撮影、海宝が俺の家に来て写真撮ってもらいたいって言われてるから、まあ久々の撮影かな。エセアカについて話して、いやー、踏ん張ってるなーと思ってるし、俺はエセアカにやっぱ大手に戻ってほしいなっていう思いは今でもあるかな。やっぱり俺がニコ生やってた頃ね、すげえ数の閲覧抱えてて、やっぱ見てて面白かったから、で持ってるから、エセアカはやっぱ今苦しい中、すげえね、俺からしたら大手だから早く戻ってきてほしいし、なんかキラキラして笑ってるエサアカが大好きだね。今なんかすげえ苦しいだろうなって。でも諦めてないエサアカがすげえ好き。ここでサジ投げてやめてってやつら、腐ってったやつら腐るほど見てきたから、俺はエサアカが帰ってくるの待ってるね。そんな感じかな。解放をどういう方法で美しく撮るんですか？やっぱりその解放の良さみたいなものを俺が見極められるかじゃないの。ねえ、スタイル変わっちゃったよね。なんでエセアカああなった？対象者がいなくなってエセアカの面白さが伝わんなくなったっていうのがでかいんだと思う。今までは誰かしらとコラボしたり絡んでいって、エセアカの面白さを引き出す役がいて、相乗効果でこう上がっていったと思うんだけど。いや、終わったっていうのは誰でも言えるんだよ。こいつはダメだとか終わったって誰でも言えるんだよ。応援するっていうことは誰もができることじゃないでしょ。
終わった人のことを終わったなんて言うのなんか誰でもできるよ。そんなつまんないかっこ悪い生き方ないでしょ。エセアカは自分を信じて踏ん張ってるわけじゃん。かっこいいよ。少なくとも終わった、こいつオワコンだって言ってるやつよりよっぽどかっこいいよ、エセアカは。いや、エセアカの辛さはエセアカにしか分かんないでしょ。人のことを悪く言うのって誰でも言えるんだよ。そのいいところをやっぱり頑張ってるやつが好きなんだよ俺。頑張ってねえやつに限ってさ、あの人のことを評論家になるんだよ。俺は評論家気取り大っ嫌いだから。いや、挫折を知らないで成功はありえないんじゃないの。わかんないけど、俺は成功してないから偉そうなこと言えないけど、なんかあるのかな。俺が教わったことはバーンザブリッジビハインドユーって、だからそういうことでしょ。60号さんが言いたいことってバーンザブリッジビハインドユーでしょ。俺は人のこと言える立場じゃねえよ。うまくいってねえんだから。バンザブリッジビハインドユーって、あれ日本で言うとこの背水の陣ってやつだね。あの大陸をこう移動していって、軍隊があの橋を燃やせって。だから退路を断つってことね、うん。日本語で言うと背水の陣。要は自ら、要は橋を燃やすっていうのはこの戦争を勝たないと帰れないよって。うん、そう、死ぬか勝つのかまで追い込むっていう。有名な戦法だよ。水増しドレさん自身がしてるんじゃなくて囲いがやってるんじゃないの。ドレさんは気づいてないんじゃないの。そこが一番の根本で、危機感を持ってない危ないところ、ドレさんの危うさだと思うよ。要は人気商売やってて、あの長い目で見れてないっていうのは一番危ないことだからね。俺は笑顔のやつが正解だと思ってるね。笑ってるやつには勝てねえっていうか、貧乏だろうが金持ってようが何だろうが笑ってるやつには勝てないっていう。笑顔のやつは強いよね、やっぱ。ニコニコしてるやつっていうか。笑ってるやつが好きだな。ニコニコしてるやつが好き。ていうかさ、ワンピースの最新刊いいな。和の国
タマっていう女の子出てくるんだけど、泣きそうになっちゃったよ。なんかワンピースいいぞ、最近また。おしるこのくだりで泣いちゃったよ、俺。でもまあ俺もまあドレさんの肩持つわけじゃないけど、ランハゲさんも人のこと言える立場なのかっていうのは思うけどね。ランさんも別に結果ね そんな出してるわけじゃないから。ワンピース面白いよ。俺は好きだな。水増しをやってると昔から指摘してるけど、ドレさんがやってるかどうかは別問題として、運営か囲いがやってるっていうのはもうほぼ確定だと思うよ。ほぼ確定でしょ。まあだけどそれ鵜呑みにして他サイトに行けないとか、なんか落ち目になるとか全部返ってくるの自分だからな。塾長さん運営じゃないでしょ多分。今月の電気代ギリギリ大丈夫。ああ、いや、まずいかな、ちょっと。わかんない。月末になってみないとわかんないよ。ああ、まあ、おごらないし、フランクな人多いね。リスナーさんに対する愛情が深いね、やっぱ。大手さんは。コメントの数って、だって1時間放送やって、ドレさんおはようっていう一枠目が見えるんだよ、画面に。俺のところですらコメント少ないって言われてんのに、1時間ドレさんの放送2時間とかやってんのに、ドレさんおはようが残ってるんだよ、コメント欄に。すごいでしょ。それで閲覧300とか500って言われてもさ、理論上ありえないっていうか、ていうか、まあドレさんだけだよ。ドレさん以外全員水増しだって気づいてんの。ドレさんだけ気づいてないっていうのが正解だと思うよ。え、だってみんな水増しだと思う人手挙げて。ドレさん水増しだって思う人、多分ドレさんだけ気づいてないんだよ。みんな気づいてるんだよ。多分これが正解だと思うよ。みんな気づいてるでしょ？ドレさん水増しだって。だ長くさ、ニコ生から見てる人だったら全員わかるでしょ？でしょ？だからドレさんだけ気づいてないの。でしょ？こんだけいるんだもん。あ、ドレさんいらっしゃい。ドレさんいるな。111号ドレさんだ。111号ドレさんでしょ、これ。気づいてない人一人だけいたから、これドレさんでしょ。ドレさんいらっしゃい。これドレさんでしょ、111号。これドレさんだな。いやー、500人が黙れるか？まあ、配信長くやってるから。なんか意味ある。俺は運営さんが意図してるのは簡単。パトラッシュさんが成功例。パトラッシュさんってもともとドレさんのリスナーさんなの。花火師さんなの。要は、ドレさんっていう成功スキームを作ることによって、運営がね、50代とか40代の人が配信やり始めるでしょ。俺もドレさんみたい。要は、スターを作るの、一人。こういう人でも配信で人気者になれますよっていう仕掛けを作ることによって、
そこに眠ってるリスナーの層を配信者に変えることができるんだ。だから運営がやってるって言っても俺は別に不思議ではない。そうそうそう、一人モデルで、ドレさんって実はすごく珍しくて、55歳で配信をやってるっていうのってかなり珍しいそうなんだよ。で、うなちゃんマンだともう遅いの。うなちゃんマンが成功してるのはうなだからだよっていう。でもドレさんは売れてない過疎だったわけじゃん。あの人がのし上がっていくストーリーっていうのはリスナーに響くんだよ。おはよう。だから別に運営が仕掛けてるって言っても俺は正しいやり方だなって思うよ。だから実際パトラッシュさんも配信者に回ったじゃん。でもね、俺正直言うとね、水増し最近少なめにしてるね。昔ほどえぐくやらなくなった。昔の方がフワちゃん水増しひどかったね。今数字が明らかに落ちてるから、だからちょっと方向性変えてるんじゃないかって思うね。運営は花火上げないだろうな。いや、ドルさん狐枠やってコメント全然少なくて配送したこと一回あるよ。狐枠一回やって同じ、あんまりコメント走らなくて一回配送したことある。塾長何者か分かんないけど、俺はなんか女の人だと思うのよ。お金の投げ方が女の人っぽいなっていう、男の人の投げ方じゃない。女の人で FX とかで当てた人だろうな、多分な。ビットコインとか、あれは男の投げ方じゃないよ。いや、不動産とか投資家は投げない。俺もたくさん不動産屋さんいるけど、不動産屋さんケチ、経営者もケチ。なんでかっていうと、リターンを考えて生活してる人だから。だからFX とかビットコイン系がすごい投げる。要はポンって掴んでるお金だから。で、あと FX 株の人は親和性が高くて、ずっとラジオ代わりに配信つけて聞いてるの。だから俺に爆投げする人もみんな FX 株ビットコインで、不動産系とか実業系の人って頭良くて地頭、まあ FX 株も地頭いいんだけど、そのお金のリターンのこと考えるから経営陣は投げないよ。そう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 、 FX とかのぶっ飛んだボーンっていった人はもうお金が数字だっていう感覚だから、ゲーム課金の感覚なのよ。だからFX 株系の人が一番いいと思ってるね、俺は。すごい投げる。もう半端なく投げるよ。で、配信者を、大事にしてくれる。要はラジオ代わりに聞いてるから、いつもありがとうなっていう感覚が強い。爆投げファンタスティックだから一回もないよ、今月。やばいよ。10日営業して4万だからね。家賃払えっかなっていう感じだよ。やめようぜ。結構えぐい、もうやばいね。まあ、潮時がもうほんとこの半年間、いつダメになるのかっていう。もう最近は開き直ってるけどね。段ボールで寝るしかねえなって。最近はもう終わりだなって。爆投げなんか全然ないよ。FX 系の人やっぱ強いっすよね。パンと払うんだよね。多分ね、 FX 系の人ってね、キャバクラとか風俗とかそういうとこに行かないそうなんだよ。
不動産とか株系の金持ちってキャバクラ行くんだと思う。要は、ね、ネットを仕事にしてるっていうのが強みなんだよね、やっぱ。そうそう、投資系の人とかリターンを考えるから。これはもう分かってることかな。掴まないといけないのはネットで家の中でラジオ代わりに聞いてくれてる FX 株、ビットコイン。ビットコインはまあ今ないだろうけど、FX 株で儲けてる人を掴んだら多分一番強いね。まあ塾長は俺のところに投げないって分かってるからな。明らかにその投げてるタイプの人が、なんて言えばいいのかな、俺と真逆の層っていうか、多分塾長は俺の放送嫌いだと思う。現れる気配がない。もう最初から分かんないと、絶対ないと思ってるし、俺段ボールに寝るほど覚悟ないやろって段ボールに寝てたかんね。あと、やっぱり、男の配信者で言われてるのは、やっぱり風俗系のリスナーさんをつかむ動画一番、マンスリー上位の人、そうだよね。あ、頑張ります。74号さん、ありがとう。風俗系の人はホストクラブに行ってお金投げるっていうのに慣れてるから。仕事始めたんだ。マジか、聞いてねえな。あー、アイラの有名配信者のちいちゃんか。あの人は俺本当の金持ちだと思う。株とか FX じゃなくて、あの人すげえ頭いいから、あの人は多分実店舗持ってる、本当に成功してる人だと思うよ。あれは本当の金持ちか、もしくはお嬢様か。すごい心にゆとりあるし、自分、本当の金持ちか、まあ経営なんかでっかい会社経営してるタイプだと思アイラに投げてるのはそういう、そう、なんか落ち着いて見てるし、よく見てるね、あの人は。ちいちゃんっていう人は投げる人を要はね、目利きができるタイプだから。あの人はね、多分人を見る目強いと思うよ。変な、簡単な人に爆投げしないと思う。毎月に、毎年2000万は風俗嬢じゃ無理だよ。毎年2000万は無理、風俗嬢じゃ。多分そういう、なんか経営系だと思うな、あの人は。で、多分、古くから配信好きな人なんだと思う。本当に支援するっていう感じ。だから誰に気に入られるかなんだよな、結局な。誰に認めてもらえるのかっていう世界だよな、本当に。アイラはまあ理想系だろうな、一個のな、アイラの配信スタイルっていうのは。完成形だよね、本当に。俺やっぱアイラ尊敬してるよ、すごいと思うよ。なんだろう、自分のスタイル確立してるなと思う。そうなんだよな、46号も含めてそうなんだよな。いやいや、あれはもうやっぱりビジュアルの良し悪し、キャラクターの良し悪しあるから。俺はアイラ、要はね、誰かの真似をしようとしたらダメよ。誰かの真似を、いや、これはね、もう14号さん、運の問題だと思う。持ってるか持ってないかなんだよ。で、持ってないんだよ。単純に。これは受け入れないと。
閲覧があるのがまだ救いだよ。アイラをね、ビジュアル的に大したことないっていうのはどんなビジュアルしてんのか写真送ってきてほしいよ本当に。どんだけ自信あんだよな18号さん。アイラはね、あとね、優しい、ケアが半端ない。俺が落ち込んでる時に必ず何のメリットもないのに俺にメール来るの、アイラ。俺が本当にどん底で配信の様子見てもう本当に多分やめたいっていう時に必ず連絡くれるのはアイラだよ。運は実力だよ、間違いないよ。いや結局ね、太客のスパンが短いのは簡単なんだよ。こびないから気に入らねえんだよ。要は俺がチヤホヤしないから面白くない。だから太客何人もいたけど全部逃してるでしょ、うん、それはね、要はね、俺がなびかないからなんだよ。こうやってやってほしいの、こうやってやらないでしょ俺。こうやってすごいすごいってやらないのが問題なんだよ。媚び売らないの、うん、だから気に入らねえって、可愛くないってなるの、金持ちからすると。いくらぐらいから、やっぱ月100万とかじゃないの、うん、これリリーにやってないよ。だってリリーが爆投げしたの最後の枠で、別にリリーは普通に俺のこと応援してくれてたからありがとうって言ってたわけじゃん、うん。まあまあ結果掴んでねえんだから何言っても意味ないよ。これは憶測だから、うん、掴んでないんだから。結局掴んだら考えればいいんだよ。掴めてないんだから俺は。だから認められてないんだよそもそも。だから何言っても意味ないんだよこんなの、掴んでからじゃ遅い。まあこのまま低空飛行だろう。まあまあ時期に、まあだから金銭的に言ったらもう終わってるからね、とっくにね。金銭的に言ったら終わってるよ。いやー踏ん張るよ、なんとか頑張ろうっていう。33、今33だから今年で終わりかな、うん、おはよう。まあ、わかんない。いつもこうやってもうダメだもうダメだって言ってなんだかんだ食わせてもらってるからね。誰が見てるかわからんぞ本当に。腐ったらダメだよ、いっつもそうなんだよ。もう本当に毎月ここ半年間ダメだダメだって言い続けたんだよ、もう終わりだって。でも助けてくれてるから今もね、誰かが見てるかもしんないよ、誰かが助けてくれるかもしんないよ。誰が見てるか分かんないよ。なんで塾長の財力を120号さんが把握してんの。まあいいじゃん。うわ、脳花火かやべえな本当。もう脳花火が当たり前になってきたもんな。マジか、嘘だろ。34号さんありがとうございます。花火ありがとう、ありがとうございます。いやーありがとうございます。まあいやいやいや、もう一回もうブーム終わったから長い目で見ないとダメだと思うよ。そんなポン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 入れ替わんないよ。
むしろ分散して安定してるよ。ここで投げるっていう風に居ついてる感じだよ。ああ、俺塾長さんは慎吾さんのリスナーだろうなって思ってた。いや、パフェでもありがたいよ。うん、パフェでもありいいね、うな重ね。イヤホンの話面白かった、うん。iPhone のカメラで十分って言い切ってる人、無知な人なんですか？いや、正しい人ですね。iPhone のカメラってめちゃくちゃ高性能なんですよ。フルサイズのセンサーっていうのが内蔵されてて、あの iPhone はコンパクトデジタルカメラ10万以下のカメラ買うより全然優秀だから、 iPhone のカメラで十分って言ってる人は正しい正しい、塾長はみんなに投げてるからチヤホヤされてるけど、多分ちいちゃんの方が総額投げてる。ああ多分そうだろうね。うん、ドレさんって質疑と反対意見にいつもおこだと思いません？なんだろう、コメント書きづらいよね、うん、iPhone の動画も 4K 対応してるしね、60フレームとか、結構120フレームもいけんのか。最新の iPhone 別に悪くないよ、別に悪くないよ、普通にいいよ、うん。あ、そうなんだ。ちいちゃんも慎吾さんリスナーだったんだ。やっぱね、慎吾さんのリスナーはすごい金持ってる。本当にすごい。やっぱ元祖小じきだよ、元祖小じき。半端じゃないね。いや、慎吾さんのリスナーは本当に質がいいよ。うん、あそこは羨ましいよな。っていうか、慎吾さんが面白いもんね、ぶっ飛んで。やっぱり面白いよあの人は。いやそれ、そのバカっていうのって難しい才能なんだよ。ないですね、ドレさんとの付き合いは。全然俺好きなんだけどね、ドレさんのこと。もう俺のこと大嫌いだと思うよ、ドレさんは。俺全然何も思ってないんだけどね。なんか親の敵みたいにディスられてるらしいよなんか毎日来るもん、またどれがワドワドって発狂してるぞって。もう別に何もないんだけどな。あ、そうそうそう、投資家が失敗する信号、そうそう。だから親の目線だよね、親の目線。可愛いなっていう、お小遣いあげようっていう目線。そうそう、保護者っていうかね。あー、慎吾さん嘘つかないね、うん。あそこは好感持てるよね。俺も大好きだよ、慎吾さん。すげえ、底抜けだよね、素直で、うんうん。俺は、いや、だから配信踏ん張るよ。いいの、いいの、いい思いたくさんしたから。うん、いいの。俺は好きだからやる。うん、もういいの。ここでお金稼ごうっていうのは諦めた、うん、本当にもういいよ。結果出なかったんだから、2年間やって悔しいけど認めないと、うん、俺は持ってなかったんだよ。悔しいけどね、うん、もう虚勢張れないよ。終わったんだよもう。それが俺の限界ね。ニコ生投げ銭ないかな、うん、まあいい思いたくさんしたからさ、俺は好きだよ、うん。アルバイトもしてるしね、だからもうプロは名乗れないよね、うん、今現状プロじゃないよ、アマチュアだよ。いいじゃん、負担かかんなくて。リスナーからするとタダで見れる人だから、いいじゃん。騙すより騙された方がいいでしょ。
もういいよ、 PC メーターも生活費メーターも。ただでも何もお得感ないっていうのは言い過ぎだよ、ちょっと。これ言い過ぎだよ。わかんねえ、もう考えるの疲れたから悩んでもしょうがないよ。いや別に鵜呑みにも何もない、本音で話してるだけだよ。何でもかんでも勘ぐりすぎだよ、いくらなんでも勘ぐりすぎ。何食べようかな。ふわっちバブル、まあ今がピークじゃないの。徐々にガッと崩れると思うよ。なんかをきっかけで。解放が軍団関係の内幕や今後の展開しゃべっちゃってる。ああもうそれ注意して。ありがとう教えてくれて。21号さん、それはダメ。それ説教するわ。ありがとう。アイテムありがとう、140号さん。引退なんかしねえよ。ていうか、配信に引退なんかねえよ。そもそも。好き勝手やって、ただ携帯つけるのに何が引退だよ。かっこつけんなって話でしょ。仕事なくなるだけだよ、解放が。いいんじゃない？まあ生き残れるかどうかも実力だから。いやまあアホなんでしょ。まあ干されるのは自分だから。そういう感覚も身につけるのも自分の仕事だからね。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。次枠行きましょう。通常枠行きます。お疲れ。